ではこの流れでですね、きょうちゃんのオリジナルソングを一曲お届けしちゃいたいと思うんですけれども、はい、曲紹介お願いしてもいいですか？はい、曲紹介します。はい、では聞いてください。花バサミ今日でデイジー。花ぶさみきょうちゃんを迎えしてお届け中です。さてさて、もうすでに発表になっているんですが、実は私、はい、星町彗星と本日のゲスト花ぶさみきょうちゃん、さらに VTuber のね、もこためめめちゃんの3人でラジオの特番をお届けすることになりました。イエーイ、やったね、きょうちゃん、楽しみ。しかもですね、文化放送と文化放送の地上波のラジオと、はい、YouTube の方で同時放送ということで、はい、本当にたくさんの方に聞いていただける場をですね、設けていただきました。すごい嬉しい、すごい、これすごい、すごい地上波だって、どうしよう、すごすぎる。タイトルがですね、文化放送ライオンズナイタースペシャル、音楽で日本をあげる、星町彗星もこためめめ花バサミ今日のスタジオライブ、こちらが6月17日水曜日19時から21時の2時間の生放送となっております。特番で、しかも2時間の、しかも生放送、生放送ってやばいね、やばいね。地上波で初めて生放送で、ね、逆にきょうちゃん、なんかさっきも言ってたけど、喋るのがね、あんまり得意じゃないのが緊張しちゃうというタイプ。めちゃめちゃ緊張して、すでにしてるんですけど、でしかもそれが地上波でっていう、ね、やばい、何もヘマは犯せないっていう、やばいね、こんな。私も地上波って初めてだから、うん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 、めちゃめちゃ緊張するんですけど、しかももっと緊張する情報を言うと、どうやら VTuber が地上波ラジオで2時間の生放送するのは日本初なんじゃないかということがですね、日本初。そう、日本初。スタッフさんがちょっと何時間もググっても出てこなかったから、これ日本初ですねって。やばい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 ですよ、日本初を見合う女たちになってしまうわけですけど。はい。で、地上波ラジオということですので、うん、この番組と違って音声のみとなっております。はい、でも文化放送の V&R チャンネルで、YouTube の方では映像付きで同時配信がされるみたいですので、そちらの方でも聞ける方はね、聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい。そしてですね、タイトルにもあるスタジオライブ、これは何を意味してるかと言いますと、2時間の生放送でたくさん歌を生演奏で披露していくということで。2時間、すごくない？すごくない？トークだったらさ、まだまだなんかこう喋ってればいいかみたいなところあるんだけど、うん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 、生演奏で、しかも生歌で、生放送で、しかも初の地上波ということで、ねえ、しちゃいますね。重
もう重荷すごいどんどんどんってプレッシャーいろんなプレッシャーが来てますけど頑張ります。頑張りましょう一緒に頑張ります。お願いします。ということで、どんな歌を歌いたいかということはですね、来週のところでたくさんお話ししていきたいなと思っております。はい、ということで6月17日水曜日の放送をお楽しみに。ホロライブプレゼンツ星町水星のミュージックスペース。ホロライブプレゼンツ星町水星のミュージックスペース、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。今回はゲストに花笠にぎょうちゃんをお迎えしましたが、ぎょうちゃん、はい、どうだったでしょうか。早いよ一瞬なんだけどねえねえ、これさ、ゲストさんが来た時に毎回言ってんだけど30分は短いよって短い、めっちゃ短い。そうね、来週もぎょうちゃん来てくれるんだよね。そう、来週もお邪魔させていただきます。来週もたくさんお話ししましょう。しましょう。よろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは水星 @joqr.net です。ツイッターでのつぶやきは全部ひらがなでシャープ水星ミュージックでしてください。そして私の YouTube チャンネルへのチャンネル登録、私のツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。そしてきょうちゃんの YouTube チャンネル、ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いいたします。お願いします。そしてこの番組は、毎週日曜日の17時に配信となります。番組の前半パートが星町水星公式 YouTube チャンネル、後半パートが文化放送 V&R チャンネルで翌週日曜日17時にアップされます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでここまでのお相手は水星のごとく現れたスターの原石、星町水星と花笠美京でした。おつまちー。